トヨタ、はい、はあ、カローラ、カローラといってもね、はあ、あの、まあ、大衆車じゃないですよね、うん、はい、いやこれはすごい本当に。なんかトヨタが本気でスポーツカーを作るとこういう車できちゃうんだよ、はい、ね、はい、一昔前なんかは、はい、平均点主義のトヨタ80点、あ、はいはい、それが今はさ、はい、秋代さんになって2009年からこういう車を世の中に送り出してるもん。間口の広い、うん、どなたが、うん、いつ何時老若男女を問わず、うん、春夏秋冬、北から南まで、うん、ね、あの誰がどう乗っても使えるようなのが大体トヨタの車じゃないですか。そうそう、これはもちろん使えますけど、もうちょっとターゲット層をこう絞ってますよね。めっちゃとんがってるよね。乗り心地悪いって言うんだったらノーマル買ってくださいっていうね、はい、めっちゃ割り切ってる、うん、はい、これはいいわ、お気に召されたようです、いやだけどトヨタがさこういう車作るようになったってのはすごいね。いや今すごい、あの秋代さんがいろいろね、あの、うん、改革してくれて、うん、車好きの人たちに楽しんでもらえる車をやってくれてるじゃないですか、うん、そう、その売上に特化したあのね平均的な、うん、車メーカーじゃないよ、まあまあ、簡単に言うとつまんない車しか作らない時代もあったじゃないですか、うん、まあ売れりゃいいっていうね、はいはい、うん、改造悪だみたいなね、うん、そういうんじゃなくて今人と車を鍛えるっつってやってくれてるところが、うんうん、嬉しいね、非常にありがたいですよね、うん、日本の車のレベルがすごく上がってってると思いますね。そう思う、本当そう思う。皆さん、カープライム車選びの切り抜きチャンネルがあることはご存知ですか？ぜひぜひコメントやいいね、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ここでしか見られない動画もあるみたいですよ